ボボです。なぜベストを尽くさないのか？どうした？今、おすすめしたい本だよ。めっちゃ煽ってるな。というわけで、水墨びっくりマン。ベストを尽くしてないびっくりマン。そんなこと言ってないで僕は。うわ、ひでえ。引くわ。開封。ペリペリしないんやな。じゃあん、一箱30個入り。パケは2種。今回もこの順番で開封しますが。なんだ。水墨びっくりマン、この配列で入ってる確率が高いらしい。なんだと。全部、まるっとお見通しだ。仲間ゆきえさん、かわいい。というわけで今回は配列検証しながら開封します。おお、できる男感出してるが。このチャンネルの視聴者はアラフォーのメンズが 90% やぞ。アラウンド4。ええように解釈すな。メンズ言うてるやろが。では1個目。大事な1個目。マスターピーだ。このあたりやね。ほな次はヤマト人帝か。開けてみよう。2個目。ヤマト人帝だ。マジか。次は野生エルサ M。 あ、その前に裏はこんな感じ。イラストはないんやな。では3個目。出た。エルサ M。 次はきびだんごさんすけ。4個目。配列表通りだ。次はサタンマリア。5個目。マリアだ。ここまでは完璧。次は人帝フット。6個目。フットだ。水墨というよりモノクロ。次は十字架天使。またカメラに映ってないぞ。7個目。出た。かわいい。次はシークレットの水墨スーパーゼウス。8個目。ほんまですか？ほんまに出た。2枚の書き下ろしのうちの1枚。あとはシークレットのロココだなぁ。次はお救い観音。9個目。合ってる。ここまで 100% だな。次は1番目のスーパーゼウス。画面見えてない。10個目。ゼウス様。イエーみたいと言われてるゼウス様シール。次はゴーストアリババ。11個目。かっこいい。これはまあまあやね。次はシソジュラ。12個目。出た。不気味さましてる。次はニンニクマンスケ。
43個目。ニンニク。パンツ履いてないように見える。次は鬼ヶ島。14個目。鬼ですね。次はアリババ人帝。右側ラスト。15個目。出た。デビルホールに吸い込まれてお亡くなりましたかん。半分は配列通りだった。まるっとお見通しだ。後半いきます。配列が変わってなければ次は一本釣り人帝。16個目。あ、魔人ドジキュラー。変わってしまった。ドジキュラーは2箇所あったな。どっちかやな。次の開封でわかるはず。17個目。ニンニクマンスケだ。こっちだな。この流れはシークレットのロココが出ないパターン。やばいな。次はスーパーデビル。18個目。シークレット絶望のショックで画面から外れてる。出た。顔が濃い。次はお助けさん。19個目。お助けさんだった。ぶっちゃけた。午後お助け。少々お待ちを。若干入れ替わってしまったかもしれぬ。配列検証が。次は一本釣り人帝。20個目。これは合ってる。次はシャーマンカーン。21個目。あ、違う。人帝ピーターだ。このゼウスのパッケージが入れ替わってもたか。ということはこれがカーン。22個目。シャーマンカーンだ。次はお救い観音。23個目。これは合ってるな。さっきのカーンとピーターが入れ替わっただけか。ということは次は人帝フット。24個目。フットや。次は牛若人帝。25個目。牛若だ。次はアリババ人帝。パソコン映すの忘れてる。26個目。アリババ。いつの間にかいろいろダブってる。次はヤマト爆心。27個目。出た。かっこいいな。
残り3つは、セントフェニックス、ワンダーマリア、お邪魔王のはず。シークレット絶望的。28個目。セントフェニックス。29個目。ワンダーマリア。ラスト30個目。お邪魔王。ぶっちゃけて怪しいとこあるけど、ほぼ 100% だったな。だから水墨ヘッドロココ周辺が当たってない。悲しい。というわけで、追加でアダムスキーさんで買った10個。サドンです。追加1個目。バラやけど、まとめて取ったので、この最初で大体決まる。野生エルサ M だ。箱の最初のあたりと同じだな。このあたりやな。追加2個目。人体フット。配列的にこの位置。このあたりが当たりそう。追加3個目。お救い観音。ここやね。追加4個目。スーパーゼウス。シークレットのゼウスも近いと思うのだが。追加5個目。魔人ゴジキュラー。あれ、これ全然違うな。開封されてたから、やっぱり混ざったか。追加6個目。きびだんごさんすけ。ここかな？間違ってるの気づいてない。追加7個目。ヤマト人帝。ここ。追加8個目。マスターピー。ここやね。箱の最初と同じになってきた。では、水墨スーパーゼウスが当たるはず。追加9個目。十字架天使だ。あ、きびだんごさんすけ、ここか。そして、ここに。埋まってきたな。ラスト、追加10個目。どうなる？ゴーストアリババ。あちゃあ、追加全部ダブった。ファイリング。前半すっかすか。そして、後半あたり。ここは桃太郎天使と水墨ヘッドロココか。26種ゲットできたから、あと9種のシールか。まあまあある。また買うわ。配列分かってても厳しそう。チャンネル登録数、1000人まで、あと432人。夏休みあたりには1000人行きたいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは。